皆さんどうもこんにちは、ワンディアンのゆうぽんです。はい、今回はじゃじゃん、こちらのジェリースノーというね、こちらのものを購入してきました。今回はこちらを遊んでいきたいと思います。今回はこちらを作っていきたいと思います。扱い説明書とこちらのスノーの粉になります。3袋、まあ、今回ねこちらのとこに分けていきたいと思います。まず最初はこちらを振りかけます。こちらの粉を1パック過去 30g をボウルの中に入れて 750ml の水を注ぎますということでやりたいと思います。では入れていきます。待って、なんかやばい。まだね、普通で触っていきます。あ、砂みたい。なんか海の砂みたいな感じです。まあ、ここに 750ml 入れます。私のちっちゃいので、でも何回も入れないとあれですね。え、本当に？はい、でも。はい、こちらで最後です。じゃあ、え、すげえ。ちょ、あまりね、私見てなかったんですけども、まあ、こんな感じにできました。うわ、すげえ重い。でも見た感じはこのようにすごく透明です。うわっ、え、ちょっと待って、なにこれ。え、え、ちょっと待って、混ぜます。こちら、え、気持ちいい。なんかジェリーみたい。食べれんのかな。です、まあ、すごくふわふわしています。こうなんかズボって入る感じ。ではね、こちらをここに移したいと思います。まあ、白で分かりにくいかと思うんですけども、はい、このように移しました。では触っていきたいと思います。うわ、うわ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 、すごい、あ、すごい手形。でも触ってみた感じは、もうすごく、プルプルしていて、もうお尻みたいな感じです。はい、このようにね、お尻みたいにできます。で、しかも、このようにサラサラしているのに、これね、形にもなります。なのでこうやってお尻作れます。はい、ではね、顔を突っ込んでいきたいと思います。冷たい。やばい。冷たい。はい、突っ込んでみた感想はすごく冷たいです。やばい、めっちゃ口の中に、入った。どうしよう。わー、皆さんは食べないようにしてくださいね。はいはい、ということで今回はこのような感じで終わりたいと思います。ぜひ皆さんもこちらのジェリースノーを購入して遊んでみてください。ではご視聴いただきありがとうございました。おっぱっ